こんにちは。ここからは石屋プラスをお送りします。三角山放送局の SDGs 推進番組、地域で見つける三角山 SDGs トークの中で毎月第3週第4週に放送しております。今日のキャスターは石屋製菓株式会社経営管理部広報 CSR チームの加藤千里と亀村武美です。どうぞよろしくお願いいたします。この石屋プラスでは西区内を中心に活動している企業や地域団体の方々をお招きしてお話を伺っていきます。 SDGs の視点や地域社会の課題、環境への取り組みなどを話し合いながら持続可能な北海道地域社会について考えていきますので、どうぞ最後までお付き合いください。はい、ということで、亀村でございます。よろしくお願いします。はい、今月のゲスト、来ていただきました、今月はですね、北海道大学大学院環境科学院環境企画専攻実践環境科学コース教授であります、山中康弘さんです。山中先生、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、実はですね、もう収録前から30分ぐらいずっと山中先生のですねお話を聞いて、すごく僕、面白かったというか、盛り上がった、トークをしてたんですけど、今日はですね、山中先生に、SDGs のことについてですね、いろいろ教えていただこうと思いますが、最初にですね、山中先生、どういったこうお仕事をされているというのか、ちょっとプロフィールも含めてですね、少し教えていただきたいんですが。はい、ですね、東京生まれです。で、よく言っているのは、都立井草高校で2年間爆笑問題の田中裕二と、ドワンコ角川の夏野剛と同じクラスでした。でその時全然英語できなかった、どこ行くのって考えたんですが、実は全然勉強嫌いでね、学歴社会嫌いだったんだけど、学歴社会をやるためには東大に行こうかと思って2年間浪人したら東大に入れました。すごい。でそこでね、東大入ると面白かったんですよ。いろんな知識が得られるのと、今まで英語嫌いだったのはなんか覚えろとか暗記しろって言われたんだけど、そうじゃなくて大学だと自分で考えたものが形になっていく。特にプログラミングがそうだったんですけど、そのプログラミングで世の中を変えられるかもしれないと思ったんですよ。で、大学3年の時に初めて数値計算というプログラミングに出会って、3年後にね東大の助手になれましたから、すごい、あっという間になれたんですよ。まさにゲームチェンジです。暗記しろとか言われてた時代から、はい、自分で考えていいよって。でその勢いは余ってですね、いろんなところで、地球温暖化の専門家になりました。だから、ノーベル物理学賞をもらった真鍋先生の部下でもありました。だけど、なんとなくね楽しかったんだけど、2000何年だったかな、9年ぐらいに事業仕分けっていうのがあって、その時にね、なんかもう研究するなみたいな印象のその言われ方をされたので、じゃあやめようと思ってやめたんですよ。でそこからあとは人を育てるという方に行きました。それまでの知識でとにかくよく分かんないことをその形にしていくっていう、そういう研究をしてたから、それだったらこれ使えば社会の役に立つだろうという大胆不敵にもですね、そうなってね自然科学者辞めてね社会科学者になっちゃったんです。よくできたなと自分でも思います。東大に入れた時もよく入れたなと思ったけど、それと同じ感覚です。入れちゃったじゃなくて社会科学者になれちゃった、そういうことで今どういうことしてるかというと、社会人の人も半分ぐらいいるかな、50代の40代の人もたくさんいて、そういう人たちに一緒に話しながら、で彼らは社会でいろんなことをやってるから、彼らと喋ると僕は勉強しちゃうんですよ、社会のことを。なるほど。で、大学で研究するってどういうことかというと、そもそもどういうことだったかなということを明らかにするっていうのが研究なんですね、醍醐味です。なんかよく分かんなかったけど1年後ぐらいにはおお分かったみたいな感じになるのが研究の面白いところで、それを今社会の人のために使いたいなと思ってやっています。
そんな感じですかね。もうずっと喋っちゃいますよ。ずっと喋って、はい、もうこう初めの5分ぐらいでですね、すごく面白い話になりそうだななんていうふうに思ってるんですけど、なんか頑張ったら東大晴れちゃったとかね、頑張ったら学者になれちゃったとか、まあ、非常になんていうのか、まあ、実はそういうところで、ご苦労とか努力も実はされてるのかなというふうに、一生懸命フォローしてくださってありがとうございます助かる思ってはいるんですけど、まあ、前段もその放送前にですね、先生と実は30分ぐらいお話をさせていただいたっていうんですけど、はい、こう非常にこう難しい研究とかお仕事をされてるのにもかかわらず、非常にこう考え方がシンプルだなとか、うん、そういう印象を受けたんですけど。そうです、はい、そんな頭良くないからねもうズバッと要するにどういうこととかいうことを聞くので、はい、学生が難しいこと言ってもね、要するにどういうことって偉そうに言ってるのは、はい、分かんねえって言ってるだけなんですよね。はそれからなんかつまんなそうに喋ってると、うん、愛情が足りないとか言って言われるんですよ。理屈っぽくすぎるとね、愛情が足りないって、はい、お前は何が言いたいのよくわからんとか言って、ね、だから教えてはいないです、コーチですね、はい、人々が考え方が違うときにコーチをすると。だから習うより慣れろじゃないんですよ。まずボールを投げてごらんと投げさせると、そうすると癖がわかるわけ。こういうあんたは癖を持ってるからこう直した方がいい。なるほど。考え方も同じなんですよ、はい、まず何か喋ってみなと、はい、何を考えてるかちょっと書いてみな、はい、そうするとその人の癖が分かるからこう直しましょうとかそういう提案ができるんですよ。なるほど。どういうね癖を持ってるのか、うん、はい、どういう、だから学生によってはちょっと右に行けっていう指示を出すんだけど、はい、左に行ける、右に行きすぎてる人には左に行けっていうわけですよ。そうするとなんか先生は人言うことに人が言ってることが違うなとか、はい、あるいは先週は左に行けって言ったのになんで今週は右に行けって、うん、それ本当だろうって、うん、右に行きすぎとか左に行ったの行ってって言ってるだけだよとか言ってまっすぐだろうとか言って、はい、言ってるんですよ。なるほど。こういうふうに、はい、だから学生が考えたことについてそれを形にしていく手伝いをしている、ま、そういう仕事です。コーチですね、うん、野球でありサッカーであり、そうそう、うん、はい、ね、少しこう、ね、投げ方がおかしいよと、これはこういうふうにやってごらんと、うん、だからつべこめ言わず体を動かしてみようって言い方でしょ。あ、ね、そうですね、まずはやってみよう。だから僕らはそうじゃないんですよ、はい、まずは頭を働かしてみようと。おそしたら分かるからって、まずは考えてみる、そう、頭を動かしてみる、 そう、はい、そのトレーニングですね。なるほど。それがあれですかね、こう先ほどもお話に出ていた社会何を生み出せる人、ね、社会に、ね、何かを生み出せる、何かを生み出せれる人を育てようっていうところが、うん、その先生のお話のその、ベースになっている。そうなんですね、はい、まず社会のことをそもそもどうなってんだろうって知らないと、うんうん、社会に何か生み出すことはできません、はい、今の時代そうなんですよ。なんか社会が変わらないといけないと思ってるんだけで、うんうん、こんなことやったら変わる、こんなことをやったら変わるとみんな答えを欲したがってんだけど、うん、そうじゃなくてそもそもこの社会ってどうなってるのってことが分かれば、うん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 、そのそもそもが分かれば、うんうん、そもそもに合わせたように変え方も分かってきます、うんうんうん、こういうのが僕の研究なんです。なるほど。そもそも論っていう話を、うん、ね、出てきたんですが、やっぱそのなんていうんですかね、物事のなんかこう真意とか、うん、本質っていうところが、なんでこんな風になってるんだろうとか、うん、どうしてこういう風になるんだろう、うん、まあ、悪いこともいいこともそうですよね。世の中ってどうしてこんなに悪くなってるんだろう、まあ、そういうところを、まあ、そもそも論として考えていくっていうことが、うん、まあ、先生 そのやられてる、まあ、お仕事の一つになってるんです、ね、はい、そうですすごい、あれですね、なんていうのか、こうそういったところのこう研究の面白さっていうんですかね、醍醐味っていうのは、まあ、先ほどその40代とか50代の人も、まあ、いろんな社会人も含めてお話しされてるって言ったんですが、うん、どういったところにそういったこう面白さっていうのが出てこう感じられますかね。やっぱりよくわかんないモヤモヤしてるんだけど、うん、これがね時々一瞬霧がパーッと晴れるんですよ。それが、あ、
要するにこうなんだっていうことが分かると、うん、そっからだと早いですね。ですいかにあの晴らすかというのがね、はい、その試行錯誤五里夢中の中に放り込まれる感覚なんですよ、はい、学生さん例えばなんで例えば大学院っていうのは2年間学ぶと修士なんですか、うん、3年学ぶと博士なんですか、うん、っていうことでこれ実は何年も何年も経験していて2年がいいとかね、うん、そう決まったわけですよ、うんうん、で学生の一番特に大学院のすごいところは、あのテーマ与えて教授から与えられる学生が 90% ぐらいだと思いますけど、僕のところはいきなり何やりたいって聞かれるんですよ何やりたい、そうするとね学生さん困っちゃってね、はい、だけど五里夢中というのかゴールが見えない世界を歩いていけっていう経験を詰めるすごいリッチな時間なんですよ。そうですよね、すぐさま答えを求められるでしょ、これやっとけって仕事で、はい、言われないんですよ僕の子来ると。何やりたい何やりたいでなんかようやく言うとさ、それはどういう意味とか社会にどう役に立つのとか、あんたそう言うけどこうじゃないとか言ってすぐ否定っぽくされるんですけどねそのいわゆる禅の問答みたいなことをやらされるんですよ、ずっと問答、あのいわゆる対話ですね、うん、そう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 、なるほど、あのこういうことをやりたい、ああいうことをやりたい、うん、それってこうだよね、ああだよね、まあ、いろんなツッコミをで入れたりとか、ね、あの疑問を聞いたりすると、うん、あの分からなくなってしまう時もあるじゃないですか、うん、自分が、うん、あのちゃんと理解してないと、うん、誰かに説明した時に結局分からなくなっちゃってちょっとこうあの話が行き詰まってしまったりとか、うん、そういうところをでまあ多分切りにかかってしまう、そうなんです、はい、で学生がやりたいことがねある程度決まると楽です。そこからと学生がやりたいことを実現させてあげればいいので、うんうんうん、いきなりあのアドバイスは増えてきます。なるほど、自分の考える自分がやりたいことってアドバイスできないんですよ、やっぱりこれまでの経験で作られたものなの で、うん、で私はこうやりたいって決まるとオリジナリティが決定するわけ、オリジナリティが学生にあるということになるわけ、うんうんうん、そしたら僕はもう気楽に、うんうん、ああやった方がいい、こうやった方がいいっ て要するにお前はこうやりたいんだからこうやったらどうっていう言い方ができてくるので、なるほど、うん、私はこういう道に行くんだとか、うん、こういう仕事がしたいとかなると、うん、はい、だからね学生が4月に来た時に、はい、2年後は僕と話してないよねって話から一番最初、本当に一番最初に僕話す時に2年後は僕と話してないよねっていう話からスタートするんですよ。へえ。2年後は違う道行ってるんだよねって。あ、そういうことですか、うん、だから君何やりたいの2年後って、いきなりあのこれからさ2年間学ぼうと思ってる学生にひどいこと言うわけですよ2年後何するのといきなりですか顔面食らいますよねみんな学生でもそれを実現させてあげたい2年間にしようって。はあ。だから結局自分のやりたいことはできないんですよ、僕のやりたいことはできない常に僕がやりたいことはできな できない、あのフラストレーションの塊です学生さんのやりたいことを、うん、はい、そうだから僕は何を研究してるんですかって言って、うーん何もしてないと何もできない、研究してないことは研究なことですね、うん、朝から晩まで学生と喋るのが仕事ですからね、あ、自分の個人の時間が持てるっていうのがもう嬉しくてしょうがない、あないんですよ。なるほど。昨日もね 朝8時から、はい、夜10時まで、はい、学生とか、はい、いろんなミーティングとかイベントで、はい、10個こなして、はい、時間なかったです。あ、もうそんなにいつもそういう調子で、もう Google カレンダーもう全部埋まって、あ、もうまさしく対話ですね、うん、かわいそうな人面白いですね。いや、すごくこう、いろんな、ね、まあ、お仕事というのかいろんな人と関わっていて、そういったこう対話を繰り返して、まあ、そもそも論っていうところから、いろんな学生さんを導くっていうような、お仕事をされていて、僕は今日山中先生と初対面でですね、非常に私もそんな頭のいい方じゃないんで、こういった先生をお相手にどんなお話をしたらいいんだろうって実はすごく緊張してスタジオに入りました。ありがとうございます。今まとめてくれたんでしょ、もう僕はまとめられないのにあなたがまとめられた、素晴らしい拍手感謝、本当にひどいゲストだなこれいや面白すぎてですね、あっという間にもう
あの第1弾がですね、分かった、人柄通じたでしょ、はい、こんなもんです終わってしまってですね、またちょっともうちょっとですね詳しい話も、また次週にちょっとしていきたいなっていうふうに、はい、考えております。ではですね、ちょっとエンディングにちょっと入りたいと思います。はい、加藤さんよろしくお願いします。はい、なお石屋プラスの収録風景を撮影した動画コンテンツを石屋製菓のウェブサイト三角山放送局の YouTube チャンネルでもご覧いただけます。石屋製菓のウェブサイト CSR の取り組みというページから入ってみてください。石屋プラス来週もお楽しみに。キャスターは石屋製菓株式会社経営管理部広報 CSR チーム加藤千里と亀村武美でした。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。